ショーン・ドローバーは、カナダ出身のドラマーで、アメリカのスラッシュメタルバンド、メガデスのドラマーとして2004年から2014年まで在籍。2015年現在、アクト・オブ・ディファイアンスにて活動中である。ドラムは13歳の頃からプレイしており、弟のグレンド・ドローバーと共に1993年に、エイドローンを結成し6枚のアルバムを、メタルブレード・レコーズよりリリースした。 2004年にグレンと共にメガデスに加入。この時はメガデスが、ブラックメール・ザ・ユニバースツアーを始めようと、元メガデスのドラマーニック・メンザに依頼していたが、ニックがフルでツアーに参戦できる準備ができてないと、ツアー参加を断ったため、ツアーの最初のステージである5日前に、急遽ショーに依頼があったという逸話が残っている。2014年11月にメガデスを脱退することが発表された。 メガデスを脱退した後に、同時期にメガデスを脱退したギターのクリス・ブロデリックと、共に、アクト・オブ・ディファイアンスを結成。元スカーザーマーターの VO であるヘンリー・デレック、元シャドーズ・ホールのギターである、マット・ボションをベースに迎えた。左利きのドラマーだが、ドラムセットは、右利きと同じ配置となっている。ただし多くのドラマーは右腕と左腕をクロスさせて、右手で、ハイハット。 左手でスネアを叩く、クロスハンドスタイルでドラムを叩くのに対して、左手でハイハット、右手でスネアを叩く、オープンハンドスタイルで叩く。またギターもプロ級の腕前であり、2005年4月に川崎で行われたメガデスのライブでは、弟グレンと楽器を入れ替えて、グレンがドラムを叩き、ショーンがギターを弾いて、パラノイドを演奏したり、ドリームシアターとのツアー中に、 当時ドリームシアターのドラムだったマイク・ポートノイがドラムを叩いてピース・セルズを演奏した際にはソロも含めショーンがギターを演奏した。また弟のグレンがメガデスを脱退した際に公認としてクリス・ブロデリックをデーブ・ムステインに紹介したのもショーンである。ショーンがムステインにクリスが演奏するエレキギターとクラシックギターの映像を見せたところ即座にクリス加入が決まった。 すでに孫がおり偶然だがショーンと同じ誕生日に生まれている。NFL のピッツバーグスティーラーズの大ファンでもある。ありがとうございます。